イン,ンジはい、どさあ今日も撮っていきたいと思いますね。えー、っとですね、ちょっと待ってくださいね。画面が、画像が、こんなもんか。よいしょ、これぐらいで行きましょう。はい、えー。トヨタも重視する段取りがすべてというテーマでお話ししていきたいと思います、えー。非常にまあ当たり前のことに聞こえるかもわかりませんけど、えー、何をするにしても、まあなんせ準備。 段取り、準備をしてですね、あとはそのゴールに向けて、ゴール、目標を立ててですね、で、準備を整えると。その目標を達成するために準備を整える。例えば料理なんかわかりやすいですよね。じゃあオムライス。オムライスを作りましょうと。卵を出しておきます。卵2個。ケチャップも用意します。ご飯も適量、何グラムか用意して。で、あとは、 えー、中に入れるのをグリーンピース、えー、ハムなんかを切って準備しておきますなんていう、えー、それが段取りですよね。美味しい卵焼き、あ美味しいオムライスを作るために。 えー、段取りが必要ですよと。で、あの、トヨタ自動車ですら、そうですよね、えー、製品過程、えー、非常にジャストインタイムだったから、あの、段取りを重視して、えー、生産工程をしっかり、あの、管理して、えー、いい車を作ると。じゃあ、えー、そろばん学習においても、えー、まさにそうですよね。えー、大会と検定試験、大きな二つの目標があるとしましょう。えー、その目標のスケジュール、今度、7月14日に、ま、変わりありますよね。 じゃあそのまかりまでに、えー、自分の目標を立てますと自分のクラスで、えー、300人中何位以内に入るとかです、ねえー、読み上げ算は頑張るんだとかいろ、ねえー、んな目標を決めますじゃあそのために、えー、どうやって準備をしていきましょうという、えー、そういうことになります、えー、じゃあ読み上げ算、えー、しっかり入賞したいので、えー、2週間ぐらい前からみっちり毎日 えー、YouTube を使って、えー、読み上げの練習をし始めるとかですね、えー、当然その前日、えー、前日、カバンの中身をチェックする。それもまさに段取りではあるんですけどね。あのー、 うちの生徒たちに関しては、じゃあ夏休みは近いですからね、えー、夏休みの宿題、えー、を早く終わらすためにはどうする、どういう準備が必要だろうかとかですね、えー、そういうのもしっかり、えー、スケジュールを立ててですね、えー、管理していくことによって、えー、非常に物事がうまくいくと思います。成功の確率相当上がるんじゃないかな。もう段取りが完璧にできてればですね、かなり成功確率は上がると思いますので、ぜひ試してみてください。はい、えー、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それで またお会いしましょうバイバイ